こんにちは。いつもありがとうございます。今日は大根のニンニク醤油漬けの簡単なお漬物のレシピをご紹介したいと思います。やみつきになっちゃう美味しさで、ご飯のお供にもお酒のおつまみにもとっても重宝する一品になります。作ってから4、5日冷凍庫で保存も可能で、重宝するかと思います。もしよかったらぜひご紹介したものを作ってみてください。本日よろしくお願いします。How are you? Thank you so much. Today, I would like to introduce an easy to make and delicious Japanese pickled. Daikon radish pickled in garlic and soy sauce. White radish are called daikon in Japan. Okay, let's get started. Let's cook it up. Let's cook it up.まず最初に大根を3分の1の大きさに、カットしていきます。3分の1にカットしました。これを皮をむきます。 2.5 センチぐらいの幅に輪切りにして、また 5ミリ幅ぐらいに縦にカットをしていきます。大きさとかは皆さんお好みでも大丈夫です。はい、こんな感じにカットをしていきます。はい、こんな感じの大きさにカットをしてボウルに入れたら、小さじ2杯の、塩を入れてよく揉み込みます。で、しばらくちょっと置いときます。だいたい 2,30 分置いてください。この間に、次のタレの方を作っていきたいと思います。次にニンニク1かけ分を薄く輪切りにしていきます。ニンニクをスライスしたボウルの中に、大さじ2のお醤油を入れます。次にみりんを大さじ1加えます。あとは軽く混ぜ合わせて、つけるタレの方はこれだけで完成です。あと大根も少し寝かせたら、ここの中に入れて和えたいと思います。こんな感じです。ちょっと待ってください。もう 2,30 分置いたら水分が出てくるので、そちらを捨てて、よいしょ、さっき作ったタレの中に大根を絞りながら入れていきます。絞って水分を取る感じで、完成です。すごくいい匂いしてます。ニンニクなのですごくスタミナパワーもつくし、健康にもいいかと思います。これだけでもう簡単に少し寝かせておけば完成です。こんな感じです。ちょっと保存用のタッパの方に移したいと思います。お皿の方の容器の方に移しました。とってもニンニクの香りが、食欲そそる香りがしてます。美味しそうです。
もうパキパリパリポリポリ美味しく気軽に召し上がれるので簡単なので、もしよかったら作ってみてください。皆さん完成しました。コンプリートエクステンション、とってもおいしそうに出来上がりました。ニンニクのいい香りがいっぱいしてます。甘めの味付けがいい方は、調味料をあえる際にお酒にもお砂糖を加えて味付け作ってください。これからも簡単レシピ、美味しいレシピどんどんアップしていきたいと思います。もしよろしければいいね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。 Thank you so much. Have a good day. See you. Bye bye. 皆さんありがとうございました。 Thank you.